And we're back. Same place, and we're just gonna go to sleep because it's not gonna allow us to really do anything else. このベッドの感触、懐かしいぜ。みんな元気そうでよかったな。ご主人も相変わらずだったし、やっぱりいいよな、ここは。キャンプはあさってからか。楽しい夏休みになりそうだぜ。にゃふふ、我が輩もだ。それじゃあ、もう寝ようぜ。おやすみ。お久しぶりですね。ようこそベルベットルームへ。この再会を喜ぶべきか悲しむべきか、とにかく今は務めを果たしましょう。 Spoilers, by the way, if you never completed the original game. ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。あなたをここにお呼びしたのは他でもありません。あなたと、あなたが奪い返したはずの未来に危機が迫っていることを知らせるため。立ち現れた忌まわしきこの牢獄、そしてその罪人の姿が告げています。あなたが再び運命の囚われとなったことを。何者かが策動し、あなたを厄災に満ちた運命へと誘おうとしている。その邪悪な意志を前に、あなたの内なる声が叫んでいます。抗えと。我が名はラヴェンツァ。力を司る者として、あなたの行く末を見届けなければなりません。申し上げた通り、このままではあなたを待つのは破滅のみ。その運命に抗い、再び歪みゆく世界に立ち向かう覚悟はありますか？それでこそ私の知るトリックスターです。この先にはあの時と同じ、いえそれ以上の苦難が待ち受けていることでしょう。ですが私はいつもあなたのそばにいます。それを忘れないで。時間のようですね。いずれまたお会いしましょう。今はどうか良い夢を。おはよう。I don't think it allows me to fast travel. Okay. Awesome.
great there. It's great. This there's a point. It's expansive with an exploration area in this game compared to the original, which makes sense. じゃあ早速行くか。つかまじ、今年の夏暑すぎ。早く店の中入って涼もうぜ。我が輩たちはバーベキューセット担当だったな。道案内は任せたぞ、龍二。って俺もどこかはとアプリに聞きゃわかんだよな。エマ、お呼びですか？ああ、あれだ、あれ、昨日行ってた店に案内してくれ。目的地までのガイドを開始します。おお、地図出たぜ。そんな聞き方でわかんのかよ。こいつはなかなか便利かもな。よし、さっさと買い出し済ませて明日からの作戦立てようぜ。欲しいな。イベントサジェスチョンです。渋谷705前でヒイラギアリスさんのイベントが開催されています。あ、んだサジェスチョンって。つかアリスってマジかよ。ヒイラギアリスは日本のファッションモデル、アーティスト。キュートなルックスと色彩豊かで独創的な世界観で人気を博し、さまざまな分野で活躍中。ポップカルチャーの発信者として若者を中心に絶大な支持を集めています。ほう、芸能人ってやつか。そんなに人気なのか。あの騒ぎ見りゃわかんだろ。生アリスか、テンション上がるわ。Okay, before I select this, I do want to go on record and say that I'm pretty sure I just understood the cat. So yeah, here's part of your story plot there. お前、本当相変わらずだな。ついでだし、ちょっと寄ってかね？マジで可愛いから。何やってんの？なんかショップのオープニングセレモニーだって。っていうかあれ、アリスじゃん。ヒイラギアリス。みんな、今日は来てくれてありがとう。今日からここに私がプロデュースしたブランドショップがオープンだよ。誰でも一度は別の自分になってみたいって思う時があるよね。ここはその願いを叶えられる不思議の国、なりたい自分になれるワンダーランドなの。私と一緒に不思議の国に行きたい人はいるかな。ありがとう。じゃあ今日は特別に先着100人のみんなへ特別な招待カードをプレゼントしちゃう。不思議の国をもっと楽しんでもらえる魔法のカードだよ。喜んでくれたら嬉しいな。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。はい、君にも。やべえ、アリスの手触っちゃったよ。君メガネ似合ってるね。ごめんなさい、楽しんでね。白いウサギは不思議の国への案内人。みんな遊びに来てね。
やれやれ、すげえ人だかりだったな。いやーよかったぜ生アリス、やっぱ超可愛かったわ。I mean, I want to see what he says. わかってねえな。それが他の芸能人と違っていいんじゃねえか。我が輩は安堵の一筋だからな。興味ないぜ。Of course. Hey, hey, そうでした。これで気は済んだか。さっさとキャンプの買い出しに行くぞ。あーってるって。そういやお前カードもらえてたよな、あれって。にゃっリュウジはスルーされてたからな。うっせ、しょうがねえだろ、あんだけ人いたら。ヒイラギアリスのワンダーランド、ただの宣伝用カードみたいだが、小さな文字で続きがあるぞ。エマの友達キーワードです。みんな私と友達になってね、だとさ。エマの友達キーワード、昨日双葉が使ってた機能じゃないか。友達になれるってやつだ。もういいじゃん、やってみろよ。キーワードを入力すればアリスと友達になれるってことか。カードに書いてあったやつじゃね。確かワンダーランドだっけ。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。なんか今変なって、お前その格好。お前もだ、見てみろよ。わマジか。ええ、どうやらここは異世界ってことになるな。おいおい冗談だろ。あいつらさっき705にいたやつらか。ねえみんな、私のこと好き？それなら、みんなの願い、私にちょうだい。どうなってんだよ。考えてる暇はないようだぜ。突破するぞジョーカー、スカル。やりゃいいんだろ、やりゃ相手になってやるよ。油断するなよお前ら、久しぶりの戦闘なんだからな。まずは体を慣らしながら勘を取り戻していくんだ。誰に言ってんだ。切り込み隊長なめんなよ。その勇気出すから、我が輩たちもやるぞ。サルデュ、盾ごとぶっ飛ばしてやるぜ。サルデュ、いただいていく。ジョーカー、お前の力見せてや。来い。行くぞ。切られ。いいぞジョーカー。このまま一気に行くぞ。まとめて肩をつけてやる。切られ。
奪え。つうか、この服になるだけじゃなくて普通にペルソナも使えんのな。シャドウはうじゃうじゃ嫌がるし、なんなんだよここ。その感覚、ここはまさか。せい、出ろ。終わりだ。せい、ハッ、チャンスだ。増援か。このままだと消耗が激しいな。環境を利用して戦おう。何か使えそうなものはないか。やるじゃねえか、ジョーカー。敵が減るんだぞ。ペースが変わる。スカル、シャキッとしろ。ちょっと、いただいていく。はっ、やっ、ここか。はっ、はっ、貫け。やっ、はっ、撃つな。これじゃキリがないな。ここは撤退だ。逃げるぞ二人とも。敵が少ないのはあそこだ。一気に突っ走れ。おお、ケリスだ。つうか、マジで何なんだよここ。ここはアリスのパレスかもしれない。パレスってあれはもうできないんじゃねえのかよ。だいたい異世界ナビだって俺らのスマホから消えちまって。我が輩にもわからん。だがそれ以外に説明のしようがない。モニターに映ったアリスを見ただろ。あれはどう見てもシャドウだ。ここはアリスのパレスで、我が輩たちはそこに迷い込んじまった。それが最も合理的な説明だ。くそ、とにかくやべえことに変わりねえってことかよ。何にしろもっと情報が必要だ。このここが本当にパレスなら、歪みの核、お宝があるはずだ。それらしき匂いがなくもない。調べていくうちにいろいろと分かるかもしれん。それ次第で我が輩たちが取れる行動も変わるだろうしな。やるしかねえな。
しまった、待ち伏せか。なにこの子たち。は、賊を捕まえたのですが、願いが奪えずそのまま連れてきました。願いが奪えない？何それ。おー、君ちょっとかっこいいね。ねえ、名前はなんていうの？ダメじゃない、ジョーカー。ジョーの質問にはちゃんと答えないと。やめろ、てめえ。ギャーギャーうるさいな。君も痛めつけられたいの？ああ、そうか、やってみろよ。つまんない。いいや、こいつら廃棄しちゃって。思い通りにならないおもちゃに興味はないの。バイバイ。I guess I would like to save. It. Oi.お前ら無事か？ああ、なんとかな。ちくしゅう、ひでえ目にあったぜ。つか、あの野郎、あれが本性ってわけかよ。いきなりぶん殴られてたけど、大丈夫か、ジョーカー。だな、あの野郎調子に乗りやがって。さっさと戻って一発かましてやんねえと俺の気が済まねえ。で、どこなんだよ、ここは。地下まで落とされたようだが、どうやらゴミの廃棄場らしいな。とにかく出口がないか手分けして探そう。ゴミだらけじゃねえか、こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。状況はこまめに確認しながら進もう。Alright, find our way out of here next time, at least for the YouTube video.So, thank you for watching, and we'll continue next episode.